絶対このタコ、このわしのこと気になってるわ。何言いたいんだ？ なんだ？目には見えない壁ってなんだお前。姿は見えてるのに、手が届かない。そんなもどかしい日々が続いた気がする。要は、久しぶりってことさ。ほろろ。じゃあ最初から久しぶりって言えや、お前。回りくどいんだよ、お前。ブレイクタイム中。自然と一体化じゃないな、お前。なんだ、なんか聞かれようとしてるぞ、俺。プライベートの時間。趣味ね。ああ、趣味の入力画面出てきた。趣味か。プライベートの時間の趣味か。ですよね。オーケー、マッチポンプだね。そうだね。自分が事件作り上げておいて、自分が解決させて、みんなから、おお、すごい設計さって思われるのが趣味なんだよ、お前。なるほど、マッチポンプか。バジル思いだよ、ホロロ。君が好きだって言うなら、僕も興味あるな。もしかしたら、ハマっちゃうかもね。そうだろう、お前。みんなからすごい、ありがとうって言ってもらえる快感ってあるんよな。わかるか。密です。え、ローランおるん？え、ローランおるん？ちょっと待って。おい、ローランおるん？待って。え、そうなん？何してんのお前。取ってあげようか。あ、木の実目当てじゃなかったんこいつ。何してんの？本読んでんの？え、本じゃなかったやん。目線本じゃなかったやん。木の上見よったやん。なんなん、猫でも登って降りられなくなったみたいな感じなん？どうしたんお前。どんな風に押し過ごし？お前こそ何やってんだ？何やってんの？いや、気になったん。気になるよ。何お前アイオンかなって。ああ、何回か行ったことあるよ。でも半分くらい寝ててさ、出てくれんかったよな。家具素晴らしい、あいつの家。入りた。なんでそんな時に入れんのお前。どうしたん？いきなり来て。なにお前、人んちの、人んちの植物に勝手に水やってんのお前。ちょっと不審な動きしたな、お前、おい。あ、おった！おー、お前、久しぶり。どうもどうも。私、ローランと申すですか？知らんわ。ローラン、お前がローランって言うんだったらローランちゃうんか、お前。床に敷くラグを売るお仕事、ハルボール来たです。遠くから前も来たもんな。お、そう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 、これよ、これよ。このローランの壁紙とかがさ、すごいこの前買ってさ、よかったなって思うんでね、もう全種類買ったらラグ。そうそうそう、いろんなサイズがあって、引き換え券もあるよな。まず、S サイズから始めましょう。ローランから買った戦利品紹介！先ほど、たくさんのものを買ってきましたね。というわけで皆さんでこのやつを鑑賞していきたいと思います。まずこの茶色いキッチンマット S サイズやな。敷きましょう。はい、地味外れだな。これは大していらんやつだったな。次、赤いマウントマット、赤いラウンドマットか。ラウンドマットってなんだ？ M サイズ。敷く。うわ、赤い。あ、なんか、スズメの巣みたいな感じのやつやな。なんか、木を集めて作ったスズメの巣みたいな感じやな。この上に卵とか乗せたらさ、もろスズメの巣やな。
なんか、松の木みたいな、そういう赤い系の赤松の木みたいな。そういうんで、木の、なんか、作ったんかなって。巣作ったんかなって。次。次。だらしないラグ。なんだ、だらしないラグって。気になるな。だらしないってなんだ、お前。だらしないな、おい。橋がだらしないな、お前。もう、いや、ちゃんとしろよ、お前。とりあえず、整えろよ、橋かも、お前。やろうと思えば、だらしなくなくなるぞ、お前。ただのラグになってまうぞ、お前。こんなに金払ったん、俺。ただの青いマットやん。うわ、外れやな、なんか、今回。次。荒野の壁。いや、クラッシュギアの主人公の荒野の壁か。荒野の壁。あー、なんか、おーおーおー。これはちょっといいんちゃうかな。なんか、ハードホイルドやな。ハードホイルドって言うかな。西部劇っぽいんやな、なんか。よう、タスキーになるか、これ。これにしとこうかな、トイレのやつ。そんで次。苔庭の壁。苔庭の壁。どんな感じ？中のダンジョンみたいな感じだった。中のダンジョンみたいな感じだった、お前。なんかゾンビとか、ヴァンパイアとかできそうな感じやな、なんかお前。次。最後か。地底の床。どんな感じ？めっちゃマッチしとるやん。なんか壁とめっちゃマッチしとるよ、お前。なんならこんな感じの、なんかのステージさ、ルイージマンション3であったような気がするんやけど、なんか。こんなギミックのある床、部屋あったような気がするんやけど、なんか。てかさ、俺、今敷いとるこの土の床といいさ、さっき手に入れた地底の床といいさ、なんで土足前提の床なん？俺の 手に入れるやつってさ。なんでって俺が手に入れる床ってさ、土足前提の床ばっかなん？ なんなん？ なんでなん？ああ、そうかそうか、言いよったな。なんか。おう、そうそう、拡張行為の話だと思っとった。うん、聞いてる聞いてる。大丈夫大丈夫。わかった。あれ？なんか、誰だお前は。見たことないやつ俺は。てかお前、最近そのサンドイッチ食っとるやつ、いろいろ見ようけんさ。なんか流行ってんのか？そのサンドイッチ。はじめまして。君は殺し者の人かい？少しの間、お邪魔させてもらうよ。炎の赴くままに殺しも選んだけど、正解だったよ。ここはキャンプするには最高の場所だ。僕が持っているパーカーは美をかけてゲームをしないか？はあ、ゲームとかできんの？これ。もし君が勝ったら、タダでプレゼントするけど。何そのゲーム？何何？それで何？ E カードか？俺、奴隷側と皇帝側に分かれてカード出し合って勝負するのか、お前。OK。じゃあ、ゲームのルールを説明させてもらうね。はあ、お前なんかね、いやいややらされてるな、そのはあの言い方。お願い。じゃあ、説明するよ。トランプやな。カードを1枚引くから、君にそのカードのカラー、色か。当たったら、は2択やな、つまり。シャッフル、シャッフル、シャッフル。めっちゃシャッフル早いな、お前。カード手慣れてるな、お前。前の島では、お前、ギャンブラーとして、カジノの店員として働いてたか？もういいんじゃんか、お前。めっちゃシャッフルしよな、お前。よーくできる、カットしなー、みたいな、お前。マリックか、お前は。な、もういいんちゃうんか、なあ。お前、もういいんちゃうんかな。
混ぜすぎちゃうんかな、お前。早いんはいいよ。早いんは認めるけど、混ぜすぎちゃうかな、もう。もういいだろ、お前。さすがにやめろよ、お前。ああ、やめた。なんだ？レッド or ブラック。運命の赤い糸を信じて、俺は赤を選ぶぜ。やったー！やった！お前の目も赤だった。アンビリーバブル！お見事！的中だ！それじゃあ約束通り、パーカーワンピをプレゼントするね。はぁ、よっしゃぁ。パーカーワンピってなんだ？はぁ、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 はぁ。長い時間混ぜさせとって正解だったらしいわ。どんなワンピースじゃん、お前、ワンピース。何これ。日付は変わって5月3日。そう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 。たぬき商店リニューアルオープン。うん、だから今回やってるわけだ。収録をな。店内が広くなって取り扱い商品も増えた。お買い物がより楽しくなってとっても嬉しいです。なんだ、しずえ、お前は何を買っているのか？下着とかか？下着とかか？ちなみに今回も、あ、記念のセレモニー今回もやるんだって言ったって一回もやったことないけど。これ前セレモニー何回か開催されるんだなもうとか言うたけどさ、一回も出てないわ、ほら。興味ないですね。ぶっちゃけ。わぁ、ほんまにでかくなってる。ごめんな、なんか。入り口の真ん前にこれ植えてごめんな、これ。あ、間違えた。こっちじゃない、こっち。ちょっと、抜いとくわ。ごめんな。ちょっと邪魔、あ、DIY の作業台もここ邪魔やな。ごめんな。店の前なのに。来たぞ。なんか広っ。てかお前らそんなエプロン持ったとかめっちゃ服着てるやん、お前ら。これまで裸エプロンだったのに突然服着出すという文化を身につけたな、お前ら。新店舗か。オープン初日からご来店くださり、どうもありがとうございます。今後とも、たぬき商店をごひいきに、にー！おー。意外と立派なもんじゃん。ダイソンとかあるしさ、これダイソンとかテーブルとか、洗濯機。なんかこの洗濯機なんかデザインいいな。俺そう思うよ。ドラム式。ああ、おたく！調子乗ってんじゃいますか？これ、値段丸おーないんちゃいますか？おたくら新しい店構えて調子乗ってんじゃないですか？てか回転セールとかありまっちゃいますか？ゼロの数1個どきでもええんちゃいますか？高いんじゃないですか？買えますわ、まあ、無理ですわ。掃除機とかあるんやな。ちょっと待てよ。掃除機安っ。掃除機安っ。隣のドラム式洗濯機と比べたら全然捨てらんちゃうでないか、お前。絶対三流品だろ、お前。だってゼロ一個違うおかしいだろ、お前。同じ家電とは思えんぞ、お前。うん、あの、段ボールとか多いよやな。段ボールでございますじゃねえか。これ、段ボール。そんな役場のゴミ箱に入っとるようなもんでないか、お前。120ベル。安いとは思わんのよな、120ベルでも。アドバイスしてやろうか、お前。絶対殺し者の女性キャラのうち誰か一人は BL 好きや。だからな、BL ボンドが浮いよったらさ、こそこそさ、お忍びで誰かは買いに来ると思う。それこそ、売れば売るほど買いに来ると思う、BL 本をな。わかったか？アデュー。ケイン、いいもんやるわ。
プロテインシェイカー。そうだね、プロテインだねってね。プロテインシェイカー、どうしたお前。恐ろしい子みたいな目になってるぞお前。ありがとう、切なケースキング。こういうの欲しかったんだ。そうだろお前、プロテインどうせお前プロテイン好きだろうげんな。ふふ、僕の部屋に飾ったらいい感じになりそうな気がするな、ホロロ。でもこんないいものただで受け取るわけにはいかないよ。お返しと言ってはなんだけど、このパンダのシャオシャオを受け取ってくれるかい。何それ、なんだそのパンダのシャオシャオって。あーなんかそれよりもなかなか可愛いな。俺って感じじゃないけど可愛いんじゃないかな。あーこれなんかあれやな、お城 VTuber に横流ししようかなって思ってしまった。よっしゃ、何お礼が言いたくて。え、瀬田圭介さんがトタケキさんのコンサートを実現するために島おこしされていることを聞きました。ああ、そのことか。ごめん、あんまトタケキのコンサートのことに関しては特に何もやってないんだな。引き受けただけでさ、その引き受けた内職をドブに捨てる、そんな悪いやつだからな俺は。え、マジでハート出てきたよ。尊敬してるんです。ああ、これがさ、これがさ、人間のさ、それこそボインな女の子だったらすごい俺もさ、やったーうふーんってなるんやけどさ、わしだからな。バックステップの神様のためにいろいろ尽くしてくださってありがとうございます。そうね、それでお役に立つかはわかりませんが、よければこれをお受け取りくださいって言うて手渡されたのがさ、ブラジャーとかだったら嫌やな。どういうことだよって、どういうことだって。島に飾れそうなものか。なんだなんだ、アウトドアベンチ。ああシンプルにね、ありがとう。ちょっとおかす、ちょっと使ってみるわ。どれどれ、どんな感じのもん。ああなるほど、シンプルな感じね。なんかバーベキューで使いそうな感じのやつね。とんでもなく地味なものをもらってしまったな。とんでもないような地味が幸せだったと思う。ふんふんふん